俳優の吉高由里子が主演を務める大河ドラマ光る君へ、毎週日曜後8時 NHK 総合ほかの第7話おかしきことこそが18日に放送される。前回は真宙、吉高由里子は道長江本優と距離を取るため、そのライバルの左大臣下で患者を続けることを決断。一方道長は三木金玉木玲王の口から真宙の母の事件をもみ消したのが金家旦那安典であることを知り、一家が背負う闇の深さに戦律を受ける。そんな中、宮中で勢いを増す吉近、高橋光臣一派に対抗するため、道高、井浦新は若い貴族たちを招いて監視の会を催すことに。参加を申し出た真宙だったが、今回は道長江本優への思いを断ち切れない真宙。吉高由里子は没頭できる何かを模索し始める。猿楽の台本を作ろうと思い立ち、直秀、マイクマ克也に直談判。真宙の演目は辻で披露され、次第に評判を呼び大盛況に。噂を聞きつけた藤原家の武者たちが辻に駆けつけ大騒動に。一方、道長や金藤、町田啓太ら若者たちはポロに似た球技打球に参加する。招待された真宙は智子、黒木春たちと見物に行くことになるが、